横浜です。横浜は以前10年ほど住んでおりました。今日から2泊3日横浜を満喫したいと思います。7月12、13、14、15とアロハ横浜が開催されました。桜木町から赤レンガ倉庫前までいろんな行き方があるのですが、なんと今回はロープウェイに乗って行ってきました。めっちゃなんか横浜おしゃれ、みんな絶対おすすめ。赤レンガ行くのに乗ってほしい。循環式になっていて往復で1800円、横浜ワールドポーターズにたった5分で着いちゃうおしゃれな港見舞いが一望できちゃいます。めっちゃ最高。港を行き交う船やカモメの声、レトロな赤レンガの建物は異国情緒に惚れてめっちゃ素敵です。今回は横浜を全力で楽しむというコンセプトの中で本能で行動しようと思います。以前横浜に住んでたことがあります。10年ぐらいで、その時はねあんまり楽しめてなかったなってすっごい思う。なんでだろう、多分ね目の前のことに必死すぎてあんまり周りが見えなかった。まあ今もそうなんだけどね、もっと今の目の前をすごい大切にしたい。7月14日日曜日、今日はね海沿いがめちゃくちゃ爽やかで気持ちいいので、お散歩しながら赤レンガまでゆったりと行きたいと思います。お日様出てきてだんだんエネルギーが高くなってる感じ。たくさんのフラダンサーの皆様がいらっしゃって、とっても温かい気持ちになります。今日は楽しませていただきます。赤レンガ倉庫内はいろんなグルメやショッピングができるんですが、今日は日本一になったと言われているハンバーガーを食べることにします。ジャパンバーガーチャンピオンシップ2022という大会で1位になったそうです。店の名前は将軍バーガー、私はベーコンエッグチーズバーガーをオーダーしました。1800円、ちょっと高い。でもねボリュームすごくて、なんかね一個一個の素材すごいこだわった感じです。めっちゃでかくて一口ガブはめっちゃ大変、うん、これケチャップだよね。これケチャップだよ。うん、
レレカフェ買いに行きレレレアギラのカネルホヌワお金ポヒューヒューリルカウリガイウリアイルナビレラのビレアイカウワガホネアクワホネマンナヨペレノクワクワNo, bye, kai no wa. Eh, kai kai ku wa na. No, bye, akui kanu ku e hapa hapa ya. Eh, bye, keki hi o hi la me. Ilai la ku ku kama.サンディさんのハラウのショーは本当に皆さん、サンディさんも皆さん本当に素敵で、世界観がとっても素晴らしくて感動的でした。まるでね、ミュージカルを見ているみたいに本当にワクワクドキドキして、なんかもうトロントロンになっちゃいました。あ、そうそう、こういう感じ、こういう感じ、こういうあったかい、もう本当に独自の世界観、本当にいいよね。カヒコアリーのとろけるような可愛らしいフラから超美しいフラ、そしてね、めっちゃかっこいいタヒチヤまで、もう宝箱ひっくり返したようなエンターテインメントのショーでした。見てる人がみんな笑顔になっちゃいます。踊る人もみんな笑顔で、本当にね、こんな世界が大好きって思いました。本当にありがとう、素晴らしかったです。また横浜で会いましょう。Thank you. Fun aloha 横浜。全員でちょっと叫びましょう。せーの。わー。そしてジャンプして終わります。せーの。わー。OK。すごい気持ちいい、ミカデです。タヒートさんのラストのショーも素敵でした。美しかったです。真夏のような暑さで、もう心も体もエネルギーみなぎるような感じです。めちゃくちゃ美味しい。横浜グランドインターコンチネンタルのカクテルテラスで、ブルーハワイ超マッチした。やっぱね、アロハ横浜、去年ね、台風で本当来たかったんだけど来れなくて、今年来れてすごい嬉しいんです。今回の衣装は大学生のショーとか、いろいろ大学生、若い子たちがね、エフラとかキチャンダンスを楽しんでるステージがなんかすごい目についたので、ハワイアンの感じ、横浜ならではの場所で、異国のテイストが混じった赤レンガ倉庫のいいね、なんかテンションすごい上がる。ちょっとハワイね、なかなか行ってないんだけど、横浜十分味わえる。涼しくなった？涼しい。なんかね、すごい海風すごい吹いてて、このマリンブルーの撮ってる最高。何歳になってもダンス続けていきたいな、そういうことを今すごい考えてて、ダンスに年齢制限ないし、そう、自信なくす必要もないし、ダンスやりたいな、ダンス続けたいな、楽しんでいきたいなと思います。これ何で2本なんだろう？ 2 本？ノーミスでお腹満杯。
ました。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。この動画がいいなって思ってくださったら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ダンサーのゆこでした。